学習リモコン。学習リモコンとは、複数のリモートコントロール装置が発生させる操作信号を記憶、学習して、一つのリモートコントロール装置で複数の機器を操作することを可能にするための装置である。プログラマブルリモコンとも呼ばれる。現在、一般家庭の中には、赤外線を利用した雑多なリモコン装置が、茶の間の机の上や、 オーディオセットの上などに散乱しているが、これらを集約させることで、利便性を向上させる目的を持つ。似たものにマルチリモコン、スマートリモコンと呼ばれる機器もあるが、それも本校で述べる。現在、一般家庭においては、テレビ受像機、BD レコーダー、ミニコンポ、エアコン等といった機器を操作するための様々な機器付属で消費者に提供されるリモートコントロール装置。 怒りンが存在している。これらは主に赤外線によって操作を伝える信号を発信することで離れた場所から各々の機器を操作するよう設計されているが当然ながら異なる機器のリモコンで他の機器を作することはできない。一部メーカーの BD レコーダーとテレビでは BD レコーダーのリモコンでテレビのチャンネルや音量を操作できるものもあるが あらかじめメーカーが設計した組み合わせ同士以外の器を操作することはできない。またリモコンは常に利用者の手元にあるため、飲みかけのお茶を浴びせられたり、ついどこかに置き忘れてしまうことも多く、特に種類が増えてくると、それだけで利用者を混乱させ、余計な労力を強いることにもつながる。近年愛好者が増えてきている過程で、本格的な映写室を設けるホームシアターと呼ばれる。 家庭向け設備に至っては、リモコンの数だけで、器用な消費者を意識させるのに、十分な複雑さを持つことも多い。このリモコン反乱時代にあって、それを解消するために利用されるのが、学習リモコンである。またよく似た機器では、マルチリモコンがあるが、これもリモコンの反乱を軽減させる目的で利用され。学習リモコンは、 複数のリモコンから発生する操作信号を受信し、それと全く同じ信号を発生させることができる。これはリモコンから発生する信号がデジタル光、赤外線光通信の信号であるため、それを受信、数値化して、記録、特定の操作に応じて、送信部から同じ信号を発信することで、特定のリモコンと同じ働きをすることができる。 特に人気の高い種類のメーカーの主要な製品の信号はあらかじめリモコン内部のロムチップに記憶、プリセットと呼ばれるされており消費者はメーカー名と機種に合わせて設定するだけでこの学習リモコンを使って対象となる機器を操作することができる。特に学習リモコンでは複数の機器を操作するため多数のボタンが用意されているが好きなボタンに 好きな機能を割り振れる機種もあり、特にリモコンが複数ある家庭においても、1台の学習リモコンで全ての機器を操作することも可能である。高級な機種では、同型の学習リモコン間で学習させた内容を通信機能によってそのままコピーすることもできるため、家族で1台のリモコンを奪い合う事態を避けることができる。これは全室の学習リモコンから、 学習機能を省いたもので、あらかじめ、ロムチップに登録済みの機器しか操作することしかできないが、これでも、かなりのリモコン判断を軽減させることができる。機能的にも単純であるため、比較的安価なものとなっている。利用者は、手持ちの機器に合わせて、リップスイッチ切り替え等の操作を行って、それらの機種に対応させる。スマートリモコンとは、リモコンの情報を、 クラウド上で管理する機器で事前に操作したい機器を設定させておくことで設定済みの機器を Wi-Fi や無線 LAN などインターネット通信を通して動作を利できる。スマートフォンの GPS を使って操作を自動化したり本体に搭載されている温度や湿度のセンサーの数値が変動した際に家電を作動させるといった設定ができる製品もある。 トリガーを設定してあるサービスの操作を行うという、IFT というウェブサービスと連携して操作の幅が増えるようなスマートリモコンも存在する。また、赤外線で操作可能な既存の家電をスマートリモコンを導入することで IoT 化できる。この製品がインターネットに接続されているので、既存の家電が個別にインターネットに接続しなくていい。一般家庭を IoT 化する際に Wi-Fi ルーターへの接続台数が減るという利点もある。利用者はスマートフォンなどのインターネットに接続されたデバイスから操作を行うのが一般的でスマートスピーカーなどの AI アシスタントから操作可能な製品も存在する。学習リモコンの多くはそれだけで完結した一つの製品であるが中には他の機器の付加価値機能として この学習機能が搭載されているものがある。携帯電話の中には赤外線通信機能の付加価値機能として、この学習リモコン機能を搭載しているものがある。また、携帯情報端末にも同様の機能を製品として搭載しているものがあり、外ではそれらの主要機能である電話機や携帯情報端末として利用し、自宅では様々な機器のリモコンとして利用することができるというものである。 またノートパソコンや携帯情報端末の多くは予備的な外部通信機能として赤外線通信機能を持っているものも多いがそれらを利用して学習リモコンとして利用できるソフトウェアもシェア等の形で販売されている。なお学習リモコンは様々な機器を操作できる手前様々な機能を割り振るために多くのボタンがついているが様々な機器がある過程において あまりに多くの機器に対応させると利用者自身がどのボタンに何の機能を割り振ったか混乱することがある。これを防ぐために近年ではタッチパネルを搭載して画面内のボタン表示を切り替えて利用できる製品も登場している。また全室の携帯情報端末やノートパソコンを利用する学習機能、リモコンソフトウェアでは分かりやすいように画面上に ボタンの画像とその機能名称が同時に表示されるようになっているといった配慮もなされている。高級品の中には以下に例示するような一連の動作をマクロ化して一ボタンで実現できるものもある。現代では Wi-Fi 等の無線技術を使ったクラウドコントロール型の学習リモコンが主流となっている。参考。これら便利な学習機能リモコンであるが時として望む。 以上の機能を発揮してしまう。例えば自動車などのキーレスエントリー、リモコン操作で車のドアを施錠、解錠することができるであるが、このリモコン信号を学習リモコンであらかじめコピーしておけば、キーがなくても自動車のドアロックが外せてしまう。大抵の学習リモコンでは、学習元のリモコンと学習リモコン受信部を向かい合わせにしていなければ、学習させることはできないが、 ちょっと自動車の鍵を入れたままのカバンを置いたまま席を多暇にキーのリモコン信号をコピーされそのまま車上荒らし等の犯罪に利用される危険性も指摘されているもちろんその他の施錠などの重要な機能を持つリモコンを勝手に複製される可能性もある近年ではこれら施錠用のリモコンでは電波を利用したタイプへと変化しているが一部の球体依然とした 赤外線式のものでは、これら学習リモコンによって害をこむる可能性があると言える。学習リモコンにはいろいろなボタンがあるものの、すべての電子機器の機能を網羅しているわけではないため、時として割り当てたい機能と全く関係ない刻印のボタンに機能を割り当てなければならないがあり、かえってこれをどう割り当てたか覚えるのが困難になることがある。 また逆に1個のリモコンで全ての装置が操作できるという機能がアダになり焦った時等に機器選択を間違えたままボタンを押してしまうことで予想した機器と違う機器が予想外の動作をしてしまうことがあるさらに特にエアコン用のリモコンを学習させる場合にはリモコン側に機器本体の設定等を記憶し操作した時にその設定をそのまま 機本体に喪失するものが多く、そのようなリモコンはその時の設定状況の遺憾により、同じボタンでも全く違う信号が本体に送信されるため、そのようなリモコンは事実上学習が困難であると言える。例を挙げると、電源ボタンを押した時に、オンの信号とオフの信号が交互に送り出されるもの、エアコンの現在の温度設定がリモコンで26度の時に上、 矢印ボタンを押すと27の信号が送り出される。24度の時には25の信号が送り出されるもの。リモコン側での設定が冷房の時に電源ボタンを押すと冷房音の信号が送信されて冷房機能が動作するが、設定が暖房の時に電源ボタンを押すと暖房音の信号が送信されて暖房機能が動作するもの等については学習が困難。 エアコンの電源のオンオフ、運転モード、温度設定の組み合わせだけでもに30パターン以上あり、これに固有機能のオンオフが加わるため数百パターンの赤外線信号となりすべての情報の学習は不可能であると言える。スマートリモコンにはクラウドでエアコンの各操作情報を生成したり、数百パターンの操作情報を所持することで既存の学習リモコンでは行えない柔軟な操作が 可能な製品も存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。